じゃあちょっと自己紹介しましょう。行きましょう。はい、確認できましたね。はい。俺は群馬の野球部のタルマイ。群馬の野球ジャガです。極上。はい、群馬の野球マンタケです。よいしょ、よいしょ。はい。本日は12月25日メリークリスマス。メリークリスマス。ザイッドです。今何してんでしょうか、お兄さん。カツラムキをですね。カツラムキをしています。そしてここでゆで卵を茹でています。で、これ何でしょうか。スルメですかね。スルメで。今日はね。はい。石油ストーブでおでんを作ろう。よいしょー。イエーイ。入りました。ということですね。誰かな、この卵のインサートでお届けでいいかな。いや、誰が見んだよ。見るか。見ねえよ。結構見るか。見ねえと思うぜ。さすが卵だけは。で、これはあれなんですよね。スルメから戻すって何だっけ、なんか、兄さんがなんか見たことあるんでしょ。そうそうそう。あの、グルメ漫画で。グルメ漫画で見てたことがあって、それをやってみようじゃないかってことで、ね。そうそうそう。やってるんだけど、なんかうまいらしいよ。聞いた話。だから、これゆで卵が出来上がって、で、この出汁も取れて、はい。これね、材料もろもろ。いったら、おでんを作っていって、ね、で最後に、石油ストーブの方に置いて置いてコトコト煮込んでいくって感じですよね。最高じゃないの。最高だね。石油ストーブってのはいいじゃない。そう、石油ストーブ版これです。最高ですね。冬の俺たちの衣、冬のお供ですよね。これあれした瞬間にもう画期的だったよな。世界が変わったよね。世界変わった。行きましょう。じゃあおでんに向けてレッツラゴーゴーゴー。極上。まあ、じゃあ、パッと待って、俺、めちゃくちゃ得意です。オッケー、じゃあ、変わりますね。変わる。ちょっと、はい、ちょっと、じゃあ、まあ、これそう、まいたけちゃん今、こうやって割ってくれたけど、割った方が、剥きやすくなるのよ。だから、こうやって、あれして、はい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 、で、こう、なんていうの、この、うん、腕、この、腕手のさ、このひ、なんていうの、ここのひらというか、ひら、わかるでしょ、なんか。手のひら、こう、ここの、この部分で、こう、ちょっとこう、優しく剥いていくわけ。指の歯ですね。指の、そう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 、それを言いたかった。ありがとう。全然出てる。そうすると、こういう風にペロッと剥けるわけ。この薄皮んじゃん。あ、あれ、これ、グッズです。この、わかるでしょ。そうですね。これ、これ、膜を取れれば、もうこれよ。一発でポイント。あー、なるほど。綺麗に剥けてる。そう、結構俺好きなんよ。で、ちょっと縫い目で、というかこれをちょっとまた入れて、はい、置いて、で、これをやると。割って、あ、もうすげえな。早いな。慣れてますね。あ、いい感じ。いい感じ、いい感じ。プリプリじゃん。プリプリ。じゃあ一個なんか食べてみない？夢だわ。意外とさっき俺一個食っちゃったから。どうか。あの、いい感じなんかちょっと食べてほしいな。じゃあ。よし。じゃあ、よ。ちょっと待って、ちょっと盛っていこう。どうぞ。行っちゃってください。手をかっこいい。よいしょー。よいしょー。いいじゃない。いい感じじゃん。いい感じ、うん、じゃあこれ半分、俺さっき食ったから舞茸ちゃんもゆうぽんさんもちょっと食べてくださいよ。はい、じゃあ、あれしてディープキスみたいな感じで食べてもらってできるそれ、いける、うん、いけるオッケー、いけるんだな。いけんだよ、こいつ。なるのか、なるのか。舞茸ちゃん、わり黄身だけになっちゃう、ごめんね。うん、あ、これはちゃんと洗ってね、あと白身も、うん、あの食べるんで、ちゃんと。でも洗っちゃうか。食べていいやつやね。あー、うまい。よかった。じゃあ、いいね。じゃあ、これじゃあ、剥いて、はいはい、卵として、おでんの具に入れましょう。うん、はい、よっしゃ、じゃあ、剥いていきましょう。ょお願いします。はい、よいしょ。じゃあ、ゆうぽんさんも剥いて、まいたけちゃんも一緒に剥いてです剥いてください。お願いします。あ、いいね。やばい、俺下かもしんない。まいたけちゃん、うまい。おいしいね。いいですね。おいおい、デクロボおい。おっせぇ、仕事のおっせぇや。誰がデクロボだよ。誰がデクロボだよ。剥き終わりましたか？剥き終わりましたね。オッケーです。よっしゃー。ありがとうございます。じゃあもうあれですか？煮てきますか？そうだね、煮てきましょう。ほらもう出汁出ちゃってんじゃん。出てるね。ねえ、いい感じじゃない？出てるわ。マジで出てる。よし。わかるかな？ちょっと茶色くなってるよね。うん。このスルメの出汁が出てるみたいですわ。出てますね。オッケー。じゃあちょっと煮ていきましょう。もう煮ちゃいましょう。オッケーでーす。はい。
うわすごいねこれ。でもこの石油ストーブで、うん、あのまあここね、ここまで、育てたんです。育てました、うん、相当時間かかったよね。時間かかった、相当かかったよ。初めだってマジで4時半とかそんぐらいだね。そうだね、始めたの2時間ぐらい2時間ぐらいやったよ。でもすっごいいい色になってるいいね。これもあれでもね、全部あれでしょ、この練り物とかも全部俺たちがやったんだよね。あ、それはすいません、あのフレッセイさんいつもお世話になっております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これやったらまあ1日かかる。そう、1日かかっちゃう。ちょっと卵とか出してみましょう。ちょっと卵出してみましょう。いやうまいぜ絶対これ。あ、大根ちゃんが結構熱い。え、しみしみ、うわ、染みてるね。染みてるね。真っ白だったもんね、大根。真っ白だ、ね、超染みてんじゃん。これうまいよ。うわ、えぐいわ。お卵ちょうだい、ちょっと。卵ちょっと探すね。出せるか。いた。うーわ。染みまくり。やばいって。やばいね、本当にもう。殻ついてないな。いいね。めちゃくちゃいい。うまそう。美味しそうだね。いやいいね、最高だね。最高、最高の状態に仕上がりました。状態仕上がってるね、はい、よっしゃ。じゃあこれを、食べながらですね、本日は生配信をさせていただくということで、はいはいはい、じゃあこれ完成で大丈夫ですか。これ完成で大丈夫です。行きなさい、2人にどうぞ、完成ですって大きい声で、はい、声を大にしてお願いします、はい、せーの、完成です。食べていきましょうか。食べよう食べよう、はいはいはい、食べていきましょう。じゃあ俺、じゃあちょ配膳してや、配膳してや、ご飯食べる。あ、食べましょう。汁どうします、多めで。あ、汁俺もちょっと欲しいかも。ありがとう。前からしが欲しいな。からしなかったでしょ。なかったんですよ。からしなかった、生姜あったんだよな。生姜あったんですよ。からしあるあるあるっつったら、生姜や、生姜やっつった、生姜ねやっつった。本当に大事なっつったね。ダジャレようだ。どれぐらい食べるの。小盛りでお願いします。小盛りだ。小盛り順だよな。小盛り順。結局いいんだよな。いただきますね。ありがとう。これ一個。小盛りってどんなもん。あ、いいよ。こんなもんで。ありがとう。どんなもん小盛りって。あ、こんぐらいで OK ですよ。はい。こんぐらいですね。汁があれだったんで、ちょっと汁飲みます。どうですか。GJ。いいじゃん。めちゃめちゃちゃんとおでん。おでん。次ゆきこさんね。はい、ありがとう。あ、ありがとう。はい。やばいって、やばい、おでんやばいって、テンション上がってるって、俺も。おいしい。あ、行きましょう。おい、いただきまーす。いただきまーす。卵だな、これ。いや、砂糖かな。どう？極上。極上ありました。めちゃくちゃ美味しいです、本当に。ちくわで見ちゃおうかな。うわぁ、なんかいける？ちくわで、ちくわで情熱でいける？テッ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 うまい、マジうめえ、マジ美味しいね、うまい、うわっ、うめえ、うまい、うまいよな、うまい、やばい、あー日本におでんがあってよかった。でも舞茸ちゃんのおでんげそろそろもらう。そしたらそうだね、一発。じゃあおでんください。おでん何食べたい。何食べたい。じゃあでも卵で、卵、卵だ、はい、オッケー、はいはいはい、お願いしますよ。はい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 、あーし、あおっぱ、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 おっぱかんなるさるじゃん、かんなるさるだ、おっぱかんなるさるだ、かんなるさるだ、映ってない、映ってない、いや、映ってた、映ってた、ちゃんと、うん、大丈夫だ、大丈夫。